いつも新藤議員に時間を削られるんですが、私は今日これで終わりたいと思います。次に新藤義孝君。新藤君。自民党の新藤義孝でございます。ただいま同僚の岩屋議員からですね、時間を奪われるという与党政党内のいざこざを今図らずも露呈させてしまいましたが、誠にですね、それは大いに反省をしておりますし、しっかりとですね、職責を果たしてまいりたいと、このように思います。まずはですね、北沢大臣の再任と、そして前原大臣の就任、これはお祝いを申し上げたいと思います。ここのところでとにかく安保環境、そして防衛や外交の状況は、厳しさが増していると、こういうことでございますから、ぜひですね、しっかりとしたリーダーシップをお願いしたいと思います。また新政務三役もですね、ぜひ、検討を祈るということで、エールを送りたいと思います。で、私は毎回申し上げますけど、とにかくこの問題は与党野党関係ありません。国家として、また我々は国会議員として、国会として何をなすべきか、そういうですね、手に立って、このしっかりと発言もするし、提案もさせていただきたいと、このように思っております。で、そこでまず私はですね、今日尖閣の問題と、それから東シナ海のガス田の問題を、これを絡めて質問したいと思っています。で、まず第一に、この尖閣の今回のね、久場島領海内の事件、これは誠に政府の対応は大失態、日本外交史上に残る失態であると厳しく指摘をしたいというふうに思います。で、何よりもその弱腰、それから腰砕け、そして国家主権や領土領海が絡む問題なのに、国内の一刑事事件として扱って、それも外国の圧力に屈した、ここがけしからんと思っているわけです。しかしまだ失態だけれども敗北ではないんです。私たちは敗北してはいけないと思うんです。ですから、この問題をどうやって最終的にいい方向に持っていくか、我が国にとって納得できる方向に持っていくか、これを私たちは追求していかなければいけないというふうに思うんです。その意味で、まずですね、第一に尖閣諸島、それから東シナ海、これは棚上げの海と言われてきたんじゃないでしょうか。先ほど神風委員からもお話がありました。で、それは、存在していないというようなことをお話しされましたけれども、実際としてこれは中国側が棚上げの海にしましょうと言い、そして私たちはその領有権を主張するが、それ以上の実質的な支配するような行動は慎む、向こう側はこの国内法で島の領有まで来てしまう、規定をしてしまう、しかしそれ以上の行動を起こしてこない、これは日韓においてもしかりなんですが、ある意味でのこれは先人の知恵というものも私は働いてきたというふうに思ってるんです。しかし鄧小平が言ったのは、この尖閣問題は棚上げしてもいい、10年間はと言いましたね。もう30年経ってるんですよね。で、一方で中国の南沙諸島だとか他国への海洋進出の状況を見ると、棚上げと言いながらいろんな準備をしつつ実効支配をしていく、これは棚上げしましょうというのは常套手段だったのかもしれない。私たちは日本としては誠実に、しかも自分らの主張はしつつも相手の外交だからということで、日本人らしいメンタリティだと思います。でも私は今回のこの尖閣の沖合の事件において、これはパンドラの箱が開いた、着々と30年かけて中国がやってきたことがいよいよ実行手段に出てきていると受け止めなければいけないと、こういうふうに思うんですね。まさにこの尖閣の問題、棚上げではなくて棚
棚卸ししたんですよ。そういう兆しはいくつもあったじゃないですか。外洋艦隊が頻繁にですね、この艦隊演習を繰り返したり、そしていろんな監視船と称するこの中国の航船がですね出てきたり、いろんなことがあります。今後さらにこの実行手段を用いてくる可能性があるんだというふうに思うんですね。で、今日の新聞ですけど、これまた極めてタイミングですけど、中国は尖閣の棚上げを打診してきたと。ブリュッセルにおいて、ブリュッセル後の事務方との協議の中で棚上げを打診してきたと、こういうことがこの産経新聞に出てるけれども、これ常套手段ですよ。で、時間稼いでおいて、で一方でこの今中国の監視船がまた3隻派遣されていると。昨日付の中国側のネットによれば現地に到着していると、こういう問題も起きていると。だからまず外務大臣にお伺いしたいんですけど、私たちはこれからね、中国、韓国、周辺諸国、みんな大事な国です。しかし我々は国家の基礎として領土、領海、主権譲れませんよね。それは大臣もおっしゃっておられる。だから私たちはこれから日中関係、どのような態度でどういう行動を、この特に尖閣や品海のですね領有問題について取り組んでいったらいいか、まず基本的なお考えを聞かせてもらいたいと思います。前原外務大臣。先ほど神父委員にお答えをいたしましたように、そのいわゆる棚上げ論ですね、1978年の鄧小平、当時の副総理、が発言されたことについては、日本側は合意したことではないということを改めて申し上げておきたいというふうに思います。そしてその上で、歴史的に見ても、これは1895年に1月14日でしたけれども、閣議決定で編入したんですが、それまで10年間かけて、本当にその他の国の人が住んでないのか、あるいは影響がないのかということを慎重に見極めた上で、そして国際法上の宣戦という手続きを取って編入したわけですね。で、中国が領域に主張し始めたのは、あの辺に海域に、天然ガスやあるいは石油があるというふうに言われてきた1971年ですから、まさに過去の経緯から見ると、これは日本の固有の領土であることは間違いないし、新藤委員おっしゃるように、それを守り続けなければ主権が、もう背骨がなくなる話ですので、これは海保、あるいは日本のあらゆる能力を使って実行試合をこれからしていくということがまず大事なことだろうと思います。それと同時に、我々のこの活動について、中国についてもしっかりものは言い続ける。例えば先ほど漁船が3隻来ると、まだ海域に到着したかどうかというのは確認しておりませんが、そういうものについてはしっかりとしかるべきルートで、中国に対してものを言っていくということと、あとはこれは自民党の皆さん方にもいろいろアドバイスをいただいて、いや、これは新聞報道は事実ではありません。はい、棚上げを打診してきたというのは事実ではございません。いずれにいたしましても、仮にあったとしてもですね、我々は合意しないということでございまして、その考え方を貫いてまいりたいと思っております。はい、分かりました。進藤君。もう言葉だけでは、我々が言葉だけで解決しようと思っても相手がその気がないんですから、これはもう肝に銘じなければいけない。棚上げは合意はしていません。それはそうです、両方とも合意事項ではありませんから。ただそういったものが日本外交の縛りとなって、また根っこにあって、この交渉するときにそれを頭に入れながらいろんな決断をしてきたことも私は否めない事実だと思っています。それが変わったんだということを私たちは認識しなくてはいけないし、前原さんも我々も同じような世代ですから、僕らの世代はもう違う形でやっていかなければいけないということを指摘をしたいと思います。でそこで防衛大臣、今ですね、中国のこの漁船という監視船が現場に到着すると、こういうことになっております。それから少し前には東シナ海のガス田の接続水域、またその周辺にですね中国の艦船が来ていると、こういうようなこともありました。
この尖閣や東シナ海周辺が非常にですね、慌ただしい状況になっていると。で、これは日本のもしそこに漁船が、まあ怖くて行けないでしょうけども、現実にはね。しかし、私たちの日本の日本人に対する脅威になっているわけでございます。で、そういったことに対して、今、当然警戒監視活動、海上保安庁がですね、しっかり、これはさらに普段よりもレベルを上げてやっていると、このように思いますが、まず防衛省として、この中国の監視船や、そしてこの東シナ海周辺に、こういった中国のですね、この展開がどのように起きているのか、ご認識をいただきたいのと、合わせてですよ、結局、通常の警察活動、海上保安庁がやるわけですが、で、何かことが起きると、事案が発生すると、海上警備行動や、また治安出動や、そういう加齢されて、自衛隊が動いていくと。隙間があるんじゃないですか。通常の国は軍も含めて警戒監視、領域警備をやってるわけなんですよね。我が国にはなぜかそれがやらない状態になっている。自衛隊が今後持つ機能としてこの領域警備の活動というものをこれ入れるべきだと。我々は自民党でですね、国防部会の小委員会、この法制を法改正しようじゃないかということで今勉強を始めてるんです。まさにですね、私たちが長年のこの歪みなんですね。これ防衛大臣として現状が今どうなっているか、そしてこの自衛隊をですね、その領域警備の活動をですね、任務とすることについてご所見いただきたいと思います。北澤防衛大臣。尖閣を中心にした中国側の状況ということでございますが、確かに、中国側の漁船はここに200隻、こちらに300隻というような大きな数で展開していることは事実でありまして、これは、自衛隊としても監視活動の中で十分把握をいたしております。それと合わせてですね、もうご案内のとおり、急激な中国の海軍力の増強によって、頻繁に、訓練が行われておると、細かいことはもう申し上げませんが、極めて危険な状況にあると、事案がたびたびあるということでありまして、これはハノイでの両高列部長との会談の中でも、私は海上連絡メカニズムを早く作り上げるべきだと、こういう提案をいたしまして、両高列部長も賛同いたしまして、なるべく早くこれをやると、すでにもう事務方での協議は進んでおりますので、まずこれを整えることが不測の事態が発生することを阻止するというか、それを起こさせないための大きな事案だというふうに思っております。それから今その隙間議論がありました。これは自民党時代、政権時代に、相当議論されたということは承知をいたしております。平成13年の法改正の時もそのご提案があって、しかしそこまでは埋めきれなくて、今日に至っているということでありますので、こういう事案が発生した中で、自民党側からもさまざまなご提言をいただければ、私らも真剣に検討していきたいと、このように思います。進藤君。はい、ぜひこれ検討しなくちゃいけないと思いますし、法案として出しますから、ぜひですね、一緒にやっていただきたいというふうに思います。で、前原大臣ね、私たちは今後尖閣や東シナ海、中国に対して言うべきことは言 私たちの立場をしっかりと相手国や国際社会に対して主張していく。これに合わせてね、我が国が取るべき今後のスタンス、実効支配を強化するってことですよ。それからそのために体を張って守る、この二つが私キーワードになるとこういうふうに思うんですよ。で、そこでですね、私は今自民党の中に領土に関する特命委員会っていうのを作っていただきました。で、私が委員長代理になりまして、とにかくこういう問題をね、しっかり提案していこうと、また政府にですね、いろんな具体的な策を出していこうと、こういうふうに思ってるんですけども、今日はその第一弾としてね、まずは、この尖閣、自分たちの島なんだけれども、無人であって、上陸も許可していない。
誰も近寄らせない。そういう状態ですよね。で、実効支配っていうのは、人が住んで、かつそこで経済生活を送ることが、実効支配だと。こういうふうに言われることもあります。これ国際法の中でそういうふうな解釈する場合があるんです。だからまず第一弾。あの尖閣諸島、いくつか島がありますが、特に最大の大鶴島、こういう島についてですね、何か利用できないか、そういう、まず調査をやってみたらどうだと。地元の人たちもいろんな提案してる人たち、また民主党の中からもいろんな提案が出てるけれども、いずれにしても具体的に本当にできるかどうか、やるべきだと思うんですよ。昭和54年、大平内閣の時に、この尖閣諸島調査っていうのをやってるんですよね。やってるんです。で、仮設のヘリポートまで作ってやりました。だから、ね、30年前のことですよ。で、ちょうどまさに30年前、この棚上げの、この政治的な、お互いの納得の中で、以降止まってたわけです。もう一度、この尖閣のですね、活用について、それは避難港なのか、桟橋なのか、それから監視のレーダーを置かなきゃいけないかもしれないし、いろんなものがあると思いますが、そういう政府としてですね、尖閣のこの可能調査、利用可能調査、こういうことこそ、今度の補正予算で出して、すぐにやるべきじゃないですか。どう思いますか。前原外務大臣。あの7000余りの島が日本にはありまして、私が国土交通大臣をしていたときに、例えば南鳥島、それから沖ノ鳥島、これについては、いわゆる強化をしようということで、予算もつけるということで、今、ご審議をいただくような準備をしております。また平成22年度の予算にも入ってございますけれども、だんだんやっていこうと。そこで、今回は尖閣のお話でございますが、実効支配をどのように考えるかと、今、新藤委員がおっしゃったような、調査をする、上陸をする、人が住む、さまざまな形で実効支配を強めるというお考えもあると思いますけれども、しかし、領土、領海含めて、他には入れさせない、漁船が入ってきたら海上保安庁がしっかり追い出していると。これも実効支配ということは言えなくもないと思うんですね。で、現時点において我々は平成14年の自公政権下で決められました、特別の場合を除いて、この島には上陸をさせないということについてはこれからも堅持をしていこうと、このように考えております。新藤君。どんどん事態が動いてきますから、今日はちょっと時間がないんでね、またこの問題どんどん詰めていきたいと思うんですけども、少なくとも石垣市は市長とそれから市議会が行政体として、また市議会として現地に上陸していろんな調査をしたいということを決議しましたね。で、私この間沖縄の大会に行ってきて、関係者と漁業の人や自治体の人とも話聞いてきました。固定資産税かかってるんですよ。でも固定資産税の課税主体である市役所が一度も現地調査してないんですよね。どうやって税額を決めるんだということになります。ですから、そういうですね、やっぱり必要な行政の事務はね、認めるなり何なりきちんとやっぱり国としても認めてあげなきゃいけないんじゃないかなと思いますが、それは問題意識として頭に置いといてください、閣僚としてね。で、そこでもう一つ、これは事務的なことなんですが、これもぜひきちんとやってもらいたいと思います。配布資料をご覧いただきたいと思うんですが、 Google のですねマップについて、この間我が党のですね小野寺議員の方からグーグルに申し入れをしました。この尖閣諸島が中国語と日本名とですね中国名で併記されてるじゃないかと、こういうことだったんです。で、それは大臣の方も外務省の方も早速対応するということですね。だけども私ですね、このネットでいろんな仲間がいましてですね、連絡くれるんですよ。そうするとですね、私もびっくりしたんですが、Google 日本ではこの尖閣は兵器なんですけど、 Google 中国ではね、中国名のみなんですよ。日本の名前がされちゃってるんですよ。それから竹島は表記がされてないし、北方四島は日露兵器ですね。それで、ここに資料を持ってきたんですが、どういうことなんだと思いますが、東京湾のど真ん中にフィリピン海って書いてあるわけですよ。これ
ね。で、これも理由があるんですよ。で、間違ってるんです、明確に。ですから、対馬もですね、島の表記が出てきません。それから、ちょっと大きく縮尺を見ると、日本海も出てこないんですよ。ですから、そういうものを外務省として、この際、ね、分かる限り一回総合的にチェックして、申し入れるものは申し入れるべきだと、なんかこの、ネットの記事によると、これがですね、Google が削除要請を拒否なんて、中国が勝手にまた言ってるよね。これも、まあ、陽動作戦だと思いますけど、これはね、こういうことは、今まで我々あまりちょっと無頓着だったかもしれない。ビシッとやった方がいいと思うんですけど、どうでございますか。大丈夫です。前原外務大臣。本当の小野寺議員が申し入れをされたということを受けて、参議院だったと思いますね。予算委員会で、政府としてもという申し入れがありまして、早速我々も行動を取らせていただきました。今の新藤委員からのご提案についても、前向きに検討させていただきたいと思います。はい、新藤君。それからですね、もう一つ早く資料、これも中国のインターネットのサイト、これ情報が寄せられたんです。これご覧いただけますか。配布資料、中国のネットではですね、日本の船が漁船にぶつかってきたと、こういうものが堂々と出ちゃってるんですよ。これね、一つ持ってきました。それからそれ以外にはですね、9月の8日付だから事件の翌日ですよ、翌日には新華社の報道によって、国営の新華社報道でこの日本の船が中国にの船にぶつかってきたんだと、こういうことをですねやってる。何種類もありますよ。それから、まあ、今日私がこれやるって言ったら朝になって連絡が来てですね、このなぜか海上自衛隊の4人が海に投げ出されてると、こういうものまで出てきてるんですよ。ですからとにかく好き勝手やってるんだと。で、好き勝手にやってるんだって放っといていいのかってこと。中国でデモが起きたりなんかしてるけども、これは結局中国の人たちはですね、こういう報道を見てけしからんと怒ってるわけですよ。間違った報道で事実に基づいてないんだとすれば、私たちが事実を知ってるんならばそれを知らせる義務があるんじゃないですか。だからビデオを見せなきゃいけないんですよ。で、これビデオがね、まあ、ここまでこういうふうにやられちゃってるとするとですよ、私はこのビデオがですね、なんか予算委員会でもって出すの出さないのってね、揉めてます。で、なぜそのビデオの協議を、ビデオをどうするかっていう協議にね、総理、官房長官、そして民主党の幹事長、外務大臣担当なのになんでいないんですか。ね、それで、これはちゃんと出すべきだと思うんですけど、予算委員会だけじゃなくて、私はね、この安保委員会でもね、出してもらいたいの、これ。こういうことをやられてるんだから。私はぜひですね、これ、安保委員会においてもビデオの公開を要求したいと思うんでございますが、委員長、いかがでしょうか。ただいまの件については、理事会でお分かりいたします。はい。ぜひよろしくお願いしたいと思います。で、こういうのをピシッとやらないと。で、しかもそのことをちゃんと言わないから。今度、日中会談、外相会談ありますよね。これ、絶対言ってくださいよ。お願いしますよ。で、それに合わせてですね、あと5分しかなくなっちゃったんで、この次にですね、白樺のガス田の問題について、これがあったんだ、これね、はい、東シナ海のガス田、これですね、ぜひ現状を認識してもらいたいと思います。これが2009年8月までの姿、2008年に、2年前に日中が政治合意をして、これはガス田の中の白樺です。この橋上、橋桁までができているような状態で、この時点で共同出資をして、そのことを条約にしましょうという約束をしたのが2年前。そして、その条約ができるまでは、この開発は行わないという約束が2年前です。で、去年の8月までこれでした。ところが、選挙があって、政権交代があって、皆さんが政権について、その前後して中国がここに施設をどんどんとまず資材を運び込み、そして工事を始めちゃった。鳩山さんがニューヨークで 25% の演説をしたとき、
あの時に日中の首脳会談がありましたね。工事中だったんです。でも一言も言わなかった。そして秋の間にここまで施設ができちゃったんです。で、そのことを私たちは自民党かずっとこれを心配して、これを出せと、写真を見せてくれと。なぜなら毎日 P3C が飛んでるから。一日単位でこの施設の変化がわかるんです。にもかかわらず、昨年の秋に何も言わず、国民にも公表せず、我が国のこの白樺のガス田というのは、日中中間線の中国側にある施設ですが、ギリギリのヘリに。しかし、その下から掘ろうとしている鉱脈は日本側に通じちゃってるってことが分かってるから。だから我々が挙動を趣旨して、これは日本の資源を勝手に取らせないぞということで交渉してきたんです。僕らが交渉してきたんです。これに対して、去年の秋に何もそのことに、抗議をしなかった。見て見ぬふりをした。棚上げなんでしょうか。有害なんでしょうか。そういうことが起きたことによって、去年の秋の段階で、あとはドリルが差し込むまでになっちゃったんです。で、これが正式に分かったのは、1月に日中外相会談があって、岡田が、当時の大臣が、中国側に、こういったことがもしあるならば、由々しきことだと。事実であれば対抗しなければならないという警告をしたって言うんですよ。そういう記事が出たので、私たちは分かったんです。ああ、全部できちゃったんだなと。だからこの写真を出せと言ったんです。延々出せと言ったんです。外交部会で正式に。その時にどういう対応がされたか。これは大変恐縮ですけども、外務省や防衛省の人間が、資源エネルギー庁の人が来て、我々の部会で写真はお出しできませんと言うんです。写真は出せない。なぜだと。拒否するのか。ということで、ガンガンやった時に最後、その役所の担当者が顔を真っ赤にして言ったのは、この写真は外務大臣と当時の官房長官のご指示によって公開してはならぬという指示が来てますと。だから出せませんと。本当かどうかわかりません。今日は、だから私は何度もこの安保委員会に官房長官おいでいただきたいと要望したんですけども、その当時にはおいでにならなかった。だけども、政権としてそういう判断が起きて、ビデオを見せないのと同じような判断が、もう去年の秋からあったんですよ。で、これはね、自分たちに都合が良かろうが悪かろうが、事実は国民に公表しなければ、相手国に対して事実を持って交渉しなければ、足元見られるだけじゃないですか。こういう事態が、実は、今回、その尖閣でですね、9月の7日に事件が発生しましたね。で、11日に、この、中国側が、この日中のガス田の協議を一方的に延期をしてきたんです。それを宣言して、そして翌日から、今度は、このガス田に、最後の、この全部出来上がっちゃってるガス田に、そのドリルを、ドリル管、管を入れて、そこにドリルをやって、掘って、ガスを取り出すための最終作業が着手されたんじゃないかっていう、こういう報道がなされてるんです。これも私たちは自民党で部会を開いて、外務省どうなってんだ、取ったのは防衛省です。資源エネルギー庁どう分析するんだ。散々やった結果が、経産省としては、これは、この掘削工具を持ち込んで、掘削が開始された可能性が非常に高い。なぜならば、掘削が開始されると、このですね、海の底、これ60メーターです、水深は。で、3000メーターぐらいのところに鉱脈があるんだそうです。そこまで掘り込んでいくためには、途中でもって土を抜かなきゃ、パイプが繋がっちゃいます。途中の土を抜くので、海が濁るんです。海が濁ることが決定的な証拠になるんだと。しかも、よく見れば、そのパイプが持ち出されていることもわかると。ここまで、これ読売新聞と朝日新聞の写真なんです。日本政府は、毎日写真を持ってるんですよ。なんで出さないんですか。しかもこの問題を、これまで累次の、この尖閣の陰に隠れて、実は尖閣のことを言い訳にして、日本がそんな強引なことをやるならば、我々は対抗処置を取ると言った、レアアースへの禁輸だとか、ああいうものに合わせて、かっこつけてこんなことやってんですよ。たったの時間、ね。これは、一回作っちゃったらば、ずっと、生産されちゃいますよ。この問題。民主党のね、政権の、一番いけないところだと思うんです。出さなきゃ。
都合の悪いことは隠す、または言い換えてしまう。それでは本当の骨太の国家運営なんかできませんよ。いいも悪いもないんですよ。で、私たちは一丸となって中国にこの問題で取り組んでいかなきゃいけないのに、現実には我々に隠してどうするんですか。この今回の写真も出せと言ったら出せない。政務三役の指示なのか。政務三役はこういうものを指示出すべきじゃないか、出せと。私はそう思うんです。ですから、ぜひこの問題をですね、今回日中の外相首脳会談がある際に、ガス田の問題を正式に懸念を表明。写真ですよね。はい。新聞社が撮っている写真であります。それでですね、まあ、一つは、この白樺についてでありますけれども、先ほど新藤委員がおっしゃったように、今までなかった機材が運び込まれて、そして、掘削を行っている可能性はあると我々は思っておりまして、しかし、まあ、断定ができませんので向こうに、まあ、中国側にそれを、分析、我々も分析確認をすると同時に向こうにも紹介をしているところでありますが、外交ルートで、現時点において帰ってくるのは断じてやってないと、こういう回答が返ってきております。で、まあ、しかしそういう濁りも確認がされておりますし、まあ、その経緯、後の経緯については現時点においては差し控えたいと思いますけれども、まあ、いずれにしても、まあ、菅総理と温家宝首相が汗ぶで会われて、そして、日中関係の正常化を図っていくということで合意をされまして、今外交ルートでその首脳会談、あるいはその前の外相会談についても、まあ、内容について、あるいはどういう時期にやるかについて詰めております。で、当然ながらですね、このガス田の問題については、外相会談、首脳会談が行われた際にはしっかり議題として、そして2008年の日中合意をしっかり遵守をするようにですね、我々としては申していきたいと、このように思っております。新藤君。委員長、この写真結局誰も見せてくれないから僕らで撮りったんですよ。こっちの下の写真はね、ジンプンさんや民主と安保委員会の理事会視察で現場で自分らが自衛隊の飛行機飛ばして撮ってきた写真なんですから、我々にこんなことさせないでくださいよってことね。それから言ってる間に確認中確認中って出来上がっちゃって、できちゃった後からどうにもなりませんよ。これは2ヶ月です。9月の中旬から始めてるならば11月の中旬に完成しちゃいます。2ヶ月の間に止められるかどうかが非常に重要だと思っておりますので、ぜひですね、しっかりとした活動していただきたいと、お願いして、質問を終わります。ありがとうございました。